8月21日火曜日、オーストラリアのタスマニアにホームステイするいなべ市国際交流中学生施設団の出発式がありました。冒頭、いなべ市国際交流協会の出口玄恵会長は、見たり聞いたりするすべての経験を今後グローバルな人間形成に役立ててほしいとエールを送りました。このタスマニアでのホームステイ、お互いの国の文化を学びながら友好を深めることを目的に、いなべ市国際交流協会が1年おきに行っているもので、今回はいなべ市在住の中学2年生と3年生の20人が派遣されることになりました。施設団の皆さんは7月から現地の人の前で披露するリコーダーや歌、ダンスを一生懸命練習してきました。リーダーの水谷なる君は、みんなが怪我なく元気に帰ってこられるよう声かけをして、その責任をしっかり果たしたいですと抱負を話していました。そして施設団を代表して太田七海さんの挨拶です。私たちタスマニア交流生一同は、タスマニアの文化自然を学んでいきたいと思います。ありがとうございます。行ってきます。国際的視野を広めるとともに、英語力の向上を図ることができるこのタスマニアホームステイ。施設団がお世話になるタスマニアは、オーストラリア本土のメルボルンからおよそ 200km 南に位置する島、南半球に位置するので、8月は真冬になります。8日間の日程を終え帰国した施設団のメンバーの一人は、英語がうまく話せなくてもジェスチャーなどで通じ合うことができて嬉しかったです。参加させてくれた教会や家族に感謝したいですと話し、貴重な経験を振り返っていました。